フィアット 500X にクロスオーバー車としては珍しいソフトトップを採用したドルチェビータが登場ニッチなオープンクロスオーバーフィアットは 500X のソフトトップ仕様ドルチェビータを今年英国で発売することを明らかにした価格は23,975ポンド約360万円から 500X ドルチェビータには 小型の500カブリオレと同様のロールバック式、ファブリックルーフが装備されており、最大時速 100km までの速度なら15秒で開くことができる。ボディカラーは10色、ルーフはブラック、レッド、グレーの3色から選ぶことができる。フィアットはこのモデルがオープンウェアのドライビングと日常的な多用途性や、 実用性を組み合わせた選択肢になると述べている。現在、主流メーカーでソフトトップのクロスオーバー車を提供しているのはフォルクスワーゲンだけで T ロックかぶり折れがあるが、この車はルーフの中央部分だけでなく、ルーフ全体を下げることができる。ドルチェビータは甘い生活のいい英国へ導入されるドルチェビータには3つの仕様が用意されている。エントリーモデルの コネクトは7.0位にインフォーテインメントディスプレイ、ダブラジオ、アップルカープレイ及び Android a オートを搭載。ブラックシート、レザーステアリングホイール、ブラックアウトされたウィンドウ、フォグライト、17インチアルミホイールが標準装備されている。中間モデルのクロスではカモフラージュデザインのシート、19インチアルミホイール、オートエアコン、 パーキングセンサーが追加される最上級モデルのスポーツでは19インチアルミホイール、サイドスカート、リアスポイラーなどブラックを基調としたエクステリアデザインを採用。ブラックのファブリック製スポーツシートにはレッドステッチと500のロゴが施され、ダッシュボードにはマットチタンが使用されている。エンジンは 122PS、MT と 152PS、 デュアルクラッチの2種類の1.0リットルガソリンが用意される 500X ドルチェビータは現在英国で受注を開始しており年内に納車開始予定だ。